皆さんこんにちは、ビーレジェンドの住田です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理吉野布目です。今日はね、お客様からね、こう寄せられている質問にちょっとお答えしていこうと思います。はい。で、こう寄せられてた内容としましては、こうあのボディメイクをしていく上で、こう、まあ、あのタンパク質っていうのはすごく大事だと思うんですけど、その他にこう大切な栄養成分っていうのはありますかっていう問い合わせだったんですけど、まあ、結構これトレーニングしている人、興味ある人多いんじゃないかなと思ったんで、ちょっと今回取り上げてみたんですけど、はい。まあ、管理栄養士の、ね、布目さんをお呼びして、ぜひこの辺の質問に答えていきたいと思います。まあ、あのトレーニーの方ももちろんそうですし、うん、運動してる方にもあの言えるかと思うんですけれども、まあ、まず、ね、プロテイン、タンパク質は取っていただいている方多いと思うんです、うん、で、確かにあのタンパク質ってすごく体を構成している、成分ですし、あのすごく重要だっていうのはあの間違いないんですけれども、そのタンパク質だけでもやっぱりダメでして、うん、実はですね、すごくビタミンとミネラルという栄養素が、うん、体作りにもすごく重要になってくるんですね、うん、なので今日はビタミンとミネラルについてお話ししたいんですけれども、うん、2回に分けてお話ししようと思っているので、ビタミンについて今日はお話ししたいと思います。今回はビタミンですね。はい。で、体作りに重要なビタミンについてお話ししたいと思います。はい、はい。まあ、まずビタミンね、13種類あるんですけれども、うん、大きく分けると脂溶性と水溶性に分かれます、うん、はい。で、水溶性のビタミンっていうのはさらにビタミン B 群と言われるものと、あとビタミン C があります、うんうん、脂溶性のビタミンなんですけれども、まあ、ビタミン D、AK、E とあるんですが、まあ、その中でもですね、まあ、特に運動に関係が大きいかなと思うものがですね、ビタミン D と K になります。ビタミン D と K って主に何にかかってくるか分かりますか？覚えてる範囲では、はい、骨の何か、そうです、ね、そうです、骨です。はい、骨、ね、はい。Bレジェンドでも出しているジュニアプロテインも、ね、骨の成長をサポートするというところで入れているんですけれども、ビタミン D と K というのはあのカルシウムの吸収だったり、うん、骨へのカルシウムを、沈着させるのに、はい、あの必要な栄養素になってくるので、はい、高度する人ですと結構成長期とか特に多いと思うんですけど、疲労骨折、うん、疲労骨折ってやっぱり骨の形成がうまくいってなかったりとか、まあ、成長に追いついていなくって、その骨がうまくちゃんとできていなかったりした時に、で、まあ、激しい運動によって、起こりがちなんですけれども、まあ、そういった疲労骨折 の、 予防にもこのビタミン D、K っていうのは、うん、すごく重要になってきます、まあ、もちろんね、カルシウムがあっての話なんですけれども、まあ、そういった関係があります。で、その他にはですね、今度ビタミン B 群の方いきますと、まあ、主にビタミン B 群というのはエネルギー の、 生成とかに、関与してくるんですけれども、まあ、タンパク質と、脂質と糖質があるじゃないですか、まあ、三大栄養素と言われる、うん、これだけ取ってても実はうまくそれぞれの機能って果たさなくてですね、代謝がうまくできないんですね、うん、で、うまくその吸収させるため、代謝させるために必要なのがこのビタミン B 群になってきます。まあ、その中でも主に取り上げたいのがまずビタミン B1 という栄養素です、うん、こちらは糖質、うんが、まあ、炭水化物ですねが、エネルギーに代謝されるときに必要になってくる、栄養素なんですけれども、まあ、リカバリーの時もね、よく運動終わった後そのリカバリーで炭水化物とタンパク質取ってくださいとお話するんですが、その時にもビタミン B1 も一緒に取っていただくと、よりリカバリーが効率よく行われます。で、まあ、多く入っている食材としては、豚肉とか、うなぎとか、あと、たらことか大豆製品ですね、こういったものに、入ってます。なのでこのちゃんとビタミン B1 も取っていないと
上手にエネルギー作り出すことができないので、不足した場合に起こってくることとしてはエネルギー不足だったりとか、まあ、脳のエネルギーも糖質がエネルギー源になってますので、まあ、脳にもしっかりと栄養が行きづらくなってしまうということがあります。このビタミン B1 をですね、まあ、先ほど、豚肉とか、大豆製品とかね入っていると話したんですけれども、効率よくその吸収する食べ方っていうのがあって、こちらのビタミン B 群っていうのは、まあ、水溶性のビタミンという話したんですけれども、水溶性ビタミンって取りすぎるとそのまま排泄するんですね、尿とかで排泄してしまうので、過剰摂取ってあんまり心配ないんですけれども、まあ、その代わりこまめに取らないと体内に溜めておくことができないんですね。で、ビタミン B1 を通常よりも体内にとどめやすくするためには、実は玉ねぎとかネギとかニンニクとかに入ってるアリシンという成分と一緒に摂ると血液中に溜めておけるっていう、そういう使い方ができるんですね。なので、まあ、豚肉とかでしたらスタミナ丼とか、あとその穀類ですね、未精製の穀類とかにビタミン B1 は多く入っているので、雑穀米とか胚芽米とかね、ああいうご飯に豚肉とニンニク玉ねぎを乗せて、スタミナ丼とかにするとすごく効率よくビタミン B1 とそのアリシンが、摂ることができる。であとは、まあ、豆類にも、ビタミン B1 あるので、納豆に例えば薬味でネギ入れるとか、それで食べたりするのもいいかなと思いますね。次ビタミン B2 ですね。ビタミン B2 もタンパク質とか糖質の代謝にも必要なんですけれども、主にメインとしては、まあ、脂質の、代謝に重要な栄養素になります、なので脂質を効率よく燃焼したいとかっていう時にも必要ですし、まあ、脂質を多めに摂る人っていうのはビタミン B2 も多めに摂った方がいいっていうことになりますね。減量中とかって結構その脂質摂る量とかも少なくないじゃないですか。減量しますね、はい、だけど体には脂肪ってあるじゃないですか、その脂肪を燃焼させるためにも実はこのビタミン B2 を摂ってた方がより燃焼しやすくなるので、なるほど、はい、減量中とか脂肪脂質を多く摂る人にはすごく重要な成分になります。はい、必見ですね。そうですね、まあ多く入ってる食品は、まあ、さっきも納豆、はい、ですとかレバーとか、あと乳製品ですね、牛乳とかチーズとか、はい、ヨーグルトとかですね、はい、あと卵もいいですね。で、まあ、ビタミン B2 で、あと甲殻炎とかビタミン B2 が不足すると甲殻炎になりやすくなったりとかするので、まあ、そういう方は特に意識していただきたいんですけれども、あとはよく尿の色がすごく黄色い時とか、はいはいはい、あれも実はビタミン B2 が多く取ってると尿の色が、はい、そうなんですね、もう体中に飽和しちゃってたくさん取ってるよっていう時には、はい、尿で出てくるので、尿の色が黄色くなるということが起こります。あの B2 の B2 の色です。そういうことだ。はい、そうです。なるほど。はい、で次ビタミン B6 ですね、はい、こちらは、まあ、タンパク質の、代謝に必要なのでプロテインを摂っていたりとか、まあ、タンパク質を多く、摂っている方というのは必然的に普通の方よりもこのビタミン B6 の摂取量も多く、摂る必要が出てきます。なるほど、ビーレジェンドプロテインには入ってますもんね。そうです、ちゃんと入れてますね。はい、そういうことですね、まあ、効率よくタンパク質が、代謝されるために、必要ということになります。なるほど。タンパク質トレーニーの方とかって、まあ、たくさん摂ると思うんですけれども、もしねその体の中に必要以上の、まあ、体を合成するタンパク質量以上のタンパク質を摂った時というのは、そのタンパク質というのはエネルギーとして使われるんですね、はい、なんですけれどもそれがエネルギーとして使われる時にもこのビタミン B6 が使われるんですが、このビタミン B6 足りていない時にはそれがエネルギーとして使えないので、まあ、脂肪として溜めやすくなってしまうということもあるので、やはり、プロテインを摂ってそのタンパク質を多く摂っているという方には本当に意識して摂っていただきたい栄養素になります。はい、何に多く入ってるんですか。こちらは、まあ、魚とか、あとまあレバーですね、レバーとか、あとバナナとかにも、はい、バナナ
バナナ食べやすいです、ね、そうトレーニング前とかはね食べやすいですもんね、うんうんうん、あとは、葉酸と葉酸ビタミン B12 ですね。何のこっちゃって感じで葉酸とかあんまねそうですね、ね、そこまでちょっと意識する方少ないかと思うんですけれども、うん、この葉酸と B12 には主に赤血球を、作るときに必要になる、そういう栄養素になるんですね。で、まあ、赤血球って運動選手にとってすごく、重要なんですけれども、まあ、酸素をね体に運搬したり、栄養を、体中に行き渡らせるために赤血球って使われるんですけれども、なので赤血球が、しっかり作られないとスタミナ不足になったりとか疲れやすくなるっていうことが起こるので、まあ、よくね鉄はすごく重要だっていうのと同じように、赤血球を作る材料になるので、こちらもすごく重要になります。で、まあ、こちらの、まあ、何に多く入ってるかって言いますと、まあ、こちらもレバーにねやっぱ多く入ってるんですね。レバーめっちゃ出てきますね。そう、レバーってすごいんですよね、あと、葉酸の場合は緑の濃い野菜に多く含まれています。で、葉酸が多く含まれてる緑の野菜は、モロヘイヤとか、あとほうれん草とかブロッコリーですね。あ、なるほど、はい、結構トレーニングが食べてそうな。で、まあ、ビタミン B12 には、まあ、牛乳とかこれも乳製品とかにも多く入ってますね。なるほど。そして最後ビタミン C ですね、まあ、ビタミン C は、まあ、免疫力を、ね、高めるために使われたりするので、まあ、試合前とか体が疲れている時とかってやっぱりビタミン C 消耗しやすくなりますので、そういった時に意識して摂ることによってで体調崩しやすくなって、まあね、万全な状態で、大会の当日迎えられたりとかっていうことにもつながりますし、あとはコラーゲンの、生成にもビタミン C というのは必要になります。で、コラーゲンというのもね、まあ、タンパク質を構成する材料であったりですとか、まあ、体が、ね、スムーズに動くために、まあ、関節ですとかね、そういったところにも使われる成分になりますので、まあ、丈夫な体が作られやすくなるという点でもビタミン C というのは重要になってきます。ビタミン C が多く入っている食べ物といえばレモンと言いたいところですけど、レモン、アセロラ。あ、そうです、アセロラジュースすごい入ってるですよね。確かそう、よくご存知、はい、はい、そうです。あとは、まあ、柑橘系の、果物、はい、まあ、100% 濃縮還元 の、 ジュースでもいいですし、あと、キウイフルーツとかじゃがいもとか、はい、にも多く入ってます。ビタミン C は、ビールジェントプロテインは入ってますですよね。はい、そうですね、ビールジェントの WPC シリーズ全部入ってますよね、はい、ちゃんとだから B6 と C はしっかりと入ってるってことですね、はい、そういうことです。ちなみにですね、今いろいろとそれぞれのビタミンが多く含まれる食材をお話しさせていただいたんですけれども、まあ、ビタミンって結構まんべんなく取るのってやはり食材をね品数多く食べないと取りづらいっていうところがあります。なのでね、まあ、意識して、ちゃんと食事、3食の食事をしっかり品数多く取っていただくというところが重要なんですけれども、まあ、場合によっては、例えば海外に遠征だとか、一人暮らしをしていて、まあ、あまり食材買えないですとか、そういった場合にはですね、こういったビタミン&ミネラルですね、のほとんどの、まあ、ビタミンとミネラルが取れるという、ものもございますので、やはり食事が一番ですけれども、まあ、取れないよりは、絶対取ってもらった方がいいので、こういったサプリメントを、上手に使っていただくことも、バランスよく体作りをするためにも、重要になってくるかと思いますので、ぜひお役立ていただければと思います。ビーレジェンドこのビタミン&ミネラルのいいところは含有量っていうのがすごく高いんですよね、もちろん、ね、入っているって言える商品がたくさんあると思うんですけれども、やはり含有量が少ないものとか多いので、まあ、そういった中ですごく1日に必要な量っていうのが満たせるだけ入っている量入れてますので、そういったところもすごく、いい点じゃないかなというふうに思います。それでは今日は、まあ、ビタミンについてお話しさせていただきました。まあ、ビタミンもスポーツや、トレーニングをする上ですごく重要な栄養素だということを、お話しさせていただきました、はい、それでは、次回はミネラルについて、お話ししたいと思います。
ミネラルもですね、まあ、ビタミンのように代謝に、関わる働きをするものもあれば、まあ、体を作る材料になっているものがあったりですとか、はい、まあ、こちらもですね、エネルギーはないんですけれども、すごく体にとって、重要な体の働きを調整するような、働きを持っているのがミネラルになります。はい、でミネラルの分け方いろいろあるんですけれども、今よく、使われるのが多量ミネラルと微量ミネラルっていう分け方なんですけれども、何ですかそれは多量ミネラルっていうのは、はい、私たちの体内の中に多く あるミネラルのことを多量ミネラルといって、で少ない、けれども、まあ、体にすごく重要な働きをするものを微量ミネラルというふうに、分けています。はい、まず多量ミネラルはですね、ナトリウムと、カリウムと、マグネシウムと、はい、カルシウムとあとリン。リン、はい、それが人間の体に多く、はい、多く入っている、はい、ものになります。微量ミネラル何があるんでしょうかね。微量ミネラルね、多分聞いたことあんまり普段聞き慣れないようなもの、はい、あると思います。なんすか。亜鉛、鉄、はい、銅、マンガン、はいはいはい、要素、はい、セレン、はい、クロム、モリブデン。モリブデンとかあんま聞いたことない。全くそうですね、はい、はい、というのがあります。で今日は、多量ミネラルについてちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。はい、まあ、多量ミネラル、体内に多く含まれているっていう話をしたんですけれども、はい、大体のね、このナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムって、うん、スポーツドリンクに多く大体は入ってるんですよ。はい、なぜかというと、まあ、汗かいた時に一緒に出てしまう成分だったりもするので、はい、汗と同じものを補うっていうことで、入ってるんですけれども、まあ、特にスポーツの時にですね、今のこの4つは、うん、すごく重要になるんですが、はい、結構ね、筋肉の収縮とかにすごく関係してくるんですよ。お水ばっかりで補給してたりすると汗でその分出てしまっているのに、補えてないと、はい、足つりやすくなってしまったりとか。なるほど。足つった時に塩舐めたらいいとかってね、ソメさん聞いたことありませんか。あります、あります、ね、よく釣りますもん、僕も。あ、本当ですか。よく釣ってたんですよ、実際。うんうんうん、それ聞いて僕ビタミン&ミネラル飲むようになって、まあ、フットサルやってるんですけど、はいはいはい、釣ることはやっぱりすごく少なくなったっていうのはありますね。うん、なるほど。はい、なのでまあね、よく釣りやすい方っていうのはもちろんそのスポーツして汗かくときにはスポーツドリンクを飲んでいただく、B レジェンドのスポーツ&リカバリーにももちろんこちら入っていますので、そういったもので水分補給していただくのも一つですし、さらに、ね、よく釣りやすい人っていうのは普段からちょっと体内に多量ミネラルの今言ったものがですね、足りていない可能性っていうのが高いので、ビタミン&ミネラルとか、こちらにはですね、入ってますので、それを、常に補って、体内で満たしておくっていうのも、重要になるかと思います。なるほど。ナトリウムに関しては普段のね、食生活の中で結構塩分取りすぎにはなったりとかね、そういうの気をつけるイメージなので、ビタミン&ミネラルにはあえて入れてはいないんですけれども、まあ、スポーツドリンクに入ってますし、ちょっとね、普通の人って塩分控え気味っていうイメージあるんですが、運動する方においてはですね、普通の人よりも意識してちょっと多めに取っていただいてもいいかと思います。とカリウムなんですけれども、はい、こちらはですね、うん、ほうれん草とか、ほうれん草、あと納豆結構有名ですかね、納豆、はい、納豆、あと果物ですね、はい、バナナとか、はい、あ、バナナですね、カリウム、そうですね、そう、カリウムってじゃあね、利尿作用とかはあるんですか。よく塩分取りすぎた人がカリウム取ると塩分を排泄してくれるっていう、はい、なるほど、そういうことか。そうです、そうです。なのでナトリウムとカリウムって、私たちの体内の水分量の調節する役割があるんですよ。はい、なので、ナトリウムっていうのは細胞の外で、カリウムは細胞の中の水分をコントロールするような働きがあって、で、その2つで体内の水分をコントロールしてるんですけれども、はい、はい、そういった働きがあります。で、あとはですね、この、ナトリウム、カリウムというのは、神経伝達もですね、スムーズに正確に行うような、そういう働きもありますので、本当運動する人にとってね、重要な栄養素になります。なるほど。はい。
で、まあ、カルシウムは何に入ってるか、どんな働きするかって言ったらね、はい、これも有名ですね、はいはい、まあ、牛乳とかが一番有名なところですかね、うんうん、骨を生成するような働きですね、はいはい、なので、まあ、骨ごと食べられるようなお魚、うん、煮干しとかシシャモとかね、小魚とか、うん、そういったものでも取れますし、あとはですね、木綿豆腐にも入ってます、うん、結構普通の豆腐は入ってないですか。絹ごし豆腐よりも木綿豆腐の方が多く入ってます。絹ごし豆腐よりも木綿豆腐の方がね、水分少なくてギューってもう凝縮してあるんですよ、はい、なのでその分あの栄養素も多いということで、はい、農家には、ま、あの小松菜とかにもカルシウム、あの水菜とかにも、ね、入ってますね、はい、であとマグネシウムですね、はい、マグネシウムも、ま、筋肉の収縮に、関係してくるんですが、マグネシウムって何入ってるか、あんま思いつかない。マグネシウム、ほうれん草、あ、そうですね、ほうれん草、はい、入ってます。なるほど、はい、ほうれん草とか、あとお蕎麦とかにも、あとはあの大豆なんかにも入っているので、豆乳とかにも、はい、でも取ることができます。なるほど、今言った、4つですね、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、この4つは運動するときに、筋肉収縮ですとか神経伝達に必要なあの栄養素ということで、で、最後1つ、リンですね、はい、リンってどんな働きするか知ってますか。リン、はい、リン、うん、鉄、骨と何かを結びつけるような役割ですよね。カルシウムとリンで骨を形成してます。うん、そうですね、まあ、カルシウムとリンで、一緒に取りましょう。はい、1対1で取るのがいいかなっていう、はい、リンもあの骨を作るのに必要な材料に、なっているんですけれども、ただリンというのはですね、結構あのどんなあの食べ物でも大体入っているの で特に加工食品には多く入っているので、普通の食事されている方でしたら不足することというのは考えづらくてですね、むしろ過剰摂取の方が心配になりますので、まあまり加工食品というのはちょっと控えめにというところではあります。なるほど、カルシウムとね、リン と、で丈夫な骨作るんですけれども、スポーツ選手って、骨折はもちろんなんですけれども、疲労骨折したりしやすいじゃないですか。そうですね、特に成長期の時とかって、はい、あの急に成長のスピードとやっぱり骨 の形成っていうのでが間に合わなかったりすると、はい、疲労骨折とかね起こしやすかったりしますので、ぜひですね、成長期の方も特に、意識して取っていただきたい栄養素になりますね。はい、はい、これが多量ミネラルですね。多量ミネラル、はい、なるほど。で続いて、微量ミネラルですね、はい、はい、まあ、微量ミネラルの方はですね、まあ、主に、運動に関わる、ものをですね、ちょっといくつかピックアップしてお話したいんですけれども、はい、まず、鉄ですね。鉄、はい、はい、鉄ってどんな働き、どう関わってくると思いますか。鉄ですか、はい、鉄何ですかね。鉄って何のために取ると思ってます。ん、なんて言ったら面白いですか。え、鉄って言ったら貧血予防とかって言いませんか。あー、そっか、そっちか、はい、鉄は、赤血球を作る材料になるので、うん、はい、あのそれで必要なんですけれども、はい、まあ、赤血球っていうのは私たちの体の隅々に酸素を送り届ける役割があるので、はいはい、栄養とかもね、あの送り届けてくれるから、スタミナとか回復とかそういったことに大きく関わってきます。鉄ね、はい、昔の方はよくその鉄鍋とか、はい、そういうのを使ってたから、はい、あの鉄不足することあんまりなかったって言いますけど、最近ですと、ね、はい、テフロン加工 あのフライパンとか使うので、はい、そういうのでもちょっと鉄の摂取源が、あの少なくなってて不足しがちな栄養素って言われてますね。はい、で、これに付随してあの銅もですね、うん、あの微量ミネラルに入るんですけれども、うん、鉄が赤血球になるために実は銅がないとあの赤血球になれないんですよ、鉄が、はい、なので、銅もですね、一緒に取ってあげた方がよりその赤血球の作りやすいく、なりますので、うん、銅の摂取っていうのも貧血予防にあのすごくいいです。なるほど。で、次はですね、亜鉛。亜鉛、はい、亜鉛はですね、こちらは先週のビタミンと似たようなところで、うん、タンパク質の合成に関わる、はい、そういう栄養素になります。なるほど。亜鉛って言ったら何に入ってると思います。牡蠣とか。そうですね、はい、あとはあの牛肩ロースとか、あの赤身の、はい、したものにも入ってます、ね、
かなり限られた部位になるんですね。赤身がいいんですかね、赤身がやっぱり。で、あとはですね、要素ですね。要素。はい。要素って何に入ってると思います、はい、要素。はい。要素。うん、ねえ。あれ、じゃがいもに振ったら色変わるやつですか？懐かしい。それ要素ですか？あれ、要素ですよね、はい。紫色になるやつ。そうそうそう。そうだ。わからないです。要素は昆布とか、はい、わかめとか海藻、はい、海藻に多いですか？はい、海苔とか、はい、そうです。前回からお話ししたように、はい、まあ、ビタミンとミネラルもですね、あのトレーニングとか運動に、関わってくる、成分ですので、あのなかなか運動してると、エネルギーとかタンパク質とかね、炭水化物、はい、とかね、タンパク質にばっかり、気を取られがちになるんですけれども、それらがですね、あのしっかりと働いて、やはり体の調子が整って初めてあのいい、コンディションになりますので、ぜひですね、ビタミンとかミネラルの重要性というのもですね、あの今一度、ちょっと目を向けていただけたらいいなというふうに思います。はい。ただですね、うん、あのしっかりとやはり食事が取れていないと、それらビタミンミネラルというのはですね、あの結構不足、してしまいがちな栄養素でもありますので、ぜひですね、普段のお食事、しっかりと見直していただきたいと思います。はい。で、まあ、それでいてですね、あの、まあ、いろんなご事情があって、ちょっと食事が足りない、栄養が足りていないという方はですね、ぜひ、ビタミン&ミネラル、こちらですね、大体のビタミンとミネラルが、1日分摂取できるような、そういうものになっておりますので、ぜひですね、上手にご利用いただいて、体整えていただければいいなというふうに思います。はい。実際僕自身もこれ何年間か飲んでるんですけど、はい、やっぱりあの周りのね、おジムとか行ってたりするとボディビルダーの方とかフィジカルの方とかね、たくさんいるんですけど、やっぱりあのタンパク質の他に気にされている成分が何かって言われると、このビタミンとかミネラルをすごいやっぱり気にされているトレーニーの方がね、すごくたくさんいるなっていうのは感じている部分なんで、ぜひ何かこうトレーニングとかされてて休養とかも栄養とかも取ってるっていう方でね、もしかしたらこういうビタミンとかミネラルがね、足りてないっていうことも考えられるかと思いますんでね、ぜひこういうのをね、取り入れることを一度お考えいただいてもいいんじゃないかと思います。はい。ちなみに染田さんも飲んでますけど、私もこれ飲んでます。あ、やっぱそうなんですか。はい、飲んでます。はい、これ多分ビタミン&ミネラルリアルスタイルで使ってる人多いですよね。いや、多いですね、本当に。はい、それぐらいやはり私たちもあのいいものだと思って使っておりますので、はい、ぜひ、お試しいただければと思います。はい、はい、それでしましたらね、このようなぬのめさんのね、解説動画が良かったって思う方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。で、もしね、このビタミン、ミネラルの他に何か解説してほしい成分があるっていう方は、またね、コメントの方に記入していただければ、布目さんがしっかり解説してくれると思いますんでね、ぜひ記入の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。